画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ CB1300 スーパーボルドール。こちらですね、ブラックとゴールドのツートンカラー、そしてですねカスタムして、仕上がっている一台となっております。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずねボルドールといえばですねこのビキニカールですね。はい、転倒による大きなカウル割れ、塗装剥がれ、そういったものもございません。スクリーンも大きな割れ、そういったものも、ね、ございませんね。はい、フェンダーです、こちらも飛び石による大きな塗装剥がれ、割れ、そういったものも、ね、ございませんね。はい、ではフロント足回りです、フロント奥からのオイルにじみ、漏れ、そういったものも見受けられません。アウターはゴールドですね、車内とマッチしております。ホイールはブラック、大きなガリ傷曲がり、そういったものもございません。ブレーキはダブルディスクですね、 ABS モデルとなっております。もちろんですがサービス色、そしてキャリパー固着、そういったものもございませんね。はい、そしてエンジンです。はい、ホンダのですね、1300インライン4水冷エンジンですがね、定評があるエンジンです。しっかりエンジンガードで、ガードしております。ポイントカバー、クランクケース、もちろんですがね大きな傷、そういったものもございませんね。はい、ステップです。オリジナルのものを採用しております。大きな曲がり、削れ、そういったものもございません。はい、そしてねこちらの車両の特徴ですね、ワイバンマフラー、ダブルダッシュです。音は後ほどご紹介したいと思います。はい、ではリア足回りですね。はい、フロント同様ブラックのホイールです。大きな曲がり、ガリ傷、そういったものもございません。インナーフェンダーはカーボン製のものを採用しております。はい、ではリア回りですね。フェンダーレスキットを組み上げてスッキリと仕上がっております。はい、反対回ってシートです。フロントシート、大きな破れ、切れありません。シングルシート仕様となっております。はい、タンクです。はい、ブラックとゴールドのタンクです。大きなへこみ、傷、ございませんね。はい、ではタンク内ご紹介します。はい、もちろんですが大きなサビ腐食ありませんね。はい、では吹き上がりいきたいと思います。こちらの車両ですね、高速よし、峠よし、サーキットよし、地乗りよしと、全て揃った車両となっております。ぜひボルドールお探しの方、お問い合わせお待ちしております。